け残ってる。信号が止まった時、屋根を見通せば通る。流れないように降りてきてる。お腹に保ってきた手でも汚れて見えた。記憶を失った前に記憶に疑われてる。必ず僕らは生まれ合うだろう。同じ場所山の方から今必ず僕らは生まれ合うだろう。風が重なって揺れる時、生まれた意味を知る。存在が続く限り仕方ないから場所を取る。天然の日だまりに二つはちょっとない。一人分の日だまりに僕らはいる。私の師である松本と最後のライブになります。よろしくお願いします。I'm not afraid to die.
Oh,
この人には非常に世話になってですね、私ちょっと他の先輩とはちょっと申し訳ない、別格なんですよ。この人は先輩と言っていいのか、もう先輩と後輩っていう単純な関係ではもう言えないくらいには俺合ってると思ってる、マジで。もうなんかね、この前ね、ゆくさんが最後のこう糸にいる最後の日にこうお散歩に誘ってくれたんですね。でそれがまあとても嬉しかったですね。僕はなんか2人でこう日本酒を片手にこう昼4時、昼4時に集合したら2人とも紙コップにで俺は600くらいのやつかね、600くらいの丸のさ、日本酒をさ片手にで、紙コップ片手にこう2人で集合してこうペラペラね、こう2人でもベロベロになりながらこう喋ってね、歩いたんですよ。まあそういうくらい、まあちょっとね、この人には思い出があって、まあ多分どうせこの人はビロックに来るし、まあなんかどうせ来るんでね、まあけどまあちょっと節目としてまあ寂しいなという気持ちはまありますね。どうですか皆さん、まあすごいんだからこの人マジで。いや多分あの1年生は知らないと思うけど、部長やった時、まあ、この人がいたから首の皮一枚繋がったような感覚ではある。俺はまあショーンもすごく優秀だったけど、まあ、それとはまた別でこうちゃんと多分この人じゃなかったら、もしかしたらこの人とマサチーさんが旧大の加害に行く坂で、まあ、そうパシリにしなければ、まあ、このエピソードはまた今度聞いてくださいね。まあ、それがなければこのサークルは今こんだけ人がいなかったような気がする。俺はまあそれだけの人物です、この人は。まあちょっと卒来の飲み会ありますね、二次会まで。なんなら始発まで俺は残る気ではいるけど、まあそこまで皆さん残ってこの人とね喋った方がいいですよ、マジで。説教します。説教するんだからマジで。今の感じ、こういうと説教する気満々だからね。まあっていう話でした。はい、以上。よし。はい、じゃあ最後です。ありがとうございました。